転機となって、完成記念式典を迎えることができました。本当に本日は、ご対応の中、この完成記念式典にご出席賜り、誠にありがとうございます。当施設の完成とオープンに際して、多大なるご尽力をいただきました。本日ご列席の皆様に、敬意を表すと同時に厚く御礼申し上げます。まずは川崎上下水道局の皆様、この度はふれあい広場、多目的広場の完成おめでとうございます。また弊社クラブのアンカークロンタウンリフターを建設するにあたり、この広大な土地をお貸しいただき、建設をご支援いただき、改めて御礼申し上げます。次にこの施設の運営を開始するにあたって、地域の皆様、特に連絡協議会を形成して意見交換させていただきました14の町内会、4つの地域の団体の皆様、誠にありがとうございました。そして K クラブが今後多目的広場の運営及び利用調整に関する事務局を担っていくにあたって、多摩区少年野球連盟、多摩区少年サッカー委員会、多摩区老人会、多摩区消防団の皆様には引き続き密に連絡を取りながらご協力をお願いいたしますので、よろしくお願いいたします。また当施設の目的と意義をご理解いただき、ネーミングライツとか多大なるご支援を賜ったアンカージャパン株式会社様はじめ、川崎フロンターレをいつも財政面だけではなくて、さまざまな形でご支援いただいておりますパートナー各社の皆様にも改めて感謝申し上げます。さて、川崎フロンターレがアカデミーを開設したのは1996年です。昨年のワールドカップで活躍した、板倉、三笘、田中、こういった選手をはじめ、これまで川崎フロンターレのアカデミーは、開設の26年間でプロサッカー選手を50人以上輩出してまいりました。その中で、フロンターレのトップチームに送り出したのは22名、おります。この数年はですね、トップチームが、強くなってきましたので、近隣の他の、強豪 J リーグに負けぬ、立派な人材がですね、我々に入ってきて、いただいているんですけれども、残念なことにですね、これまで練習拠点が、バラバラに、あったためにですね、なかなか、いい環境で、子どもたちを、教えることが、難しかったということだったんですけども、今回ですね、このような素晴らしい環境に、施設を統合できましたので、ますますですね、さらに多くのハイリングの選手をトップチームに、送り込むことができて、将来的には世界的なプレーヤーがここから多く配置されることを望んでおります。川崎フロンターレがですね、永続的に発展するためにはですね、この施設は我々の生命線であり、そして重要な基盤となりますので、この施設の完成はクラブにとっては本当に歴史的なことであります。今回この拠点が完成したことによる我々にとってのメリットをいくつかお話したいと思います。一つ目はアンダー18からアンダー12まで、各年代の選手が一箇所に練習集まって練習することができるということです。各年代の選手を練習をですね、身近に見て、そして、お互いが切磋琢磨することによってさらなる成長を促すことができます。またコーチがですね、上から下の年代まで、一貫した指導を同じ場所で行うということによって、川崎フロンターレのサッカーフィロソフィーを徹底することが、さらに徹底することが、できます。またトップチームが隣の麻生区で、練習しておりますので、そことも、物理的に近くなりますので、さらなる相乗効果も期待できます。2つ目はサッカー選手にとって非常に大切な、体作りがここではできるということが、2つ目のメリットとして挙げられると思います。トレーニング機能の充実によって、体の身体能力の向上だけではなく、体の内面から併設された、カフェテリアでプロの栄養士の方がですね、練習前後に、提供する食事によって
選手一人一人が必要な栄養をバランスよく、効率的に摂取できるということが可能となりました。これはですね、成長過程におけるアスリートにとっては非常に大事なことであり、また将来大人になってプロ選手として活躍するにおいてもですね、大変、パフォーマンスを大きく左右するものであります。今後はですね、メディカル、それからデータサイエンス、こういったところもですね、スポーツテクノロジーを取り入れて、最先端の育成、機能を目指すことが可能となります。そして3つ目、これが一番大切なことかもしれませんけれども、選手が地域の皆様に応援いただけるということです。このアンカーフロンターインターは、いつでも、どなたでも、この施設の中に入ってくることができます。公園に遊びに来た子どもたちが、お兄ちゃんたちがサッカーしている姿を見て、それに憧れて、将来、川崎フロンターレの門を叩く子どもが一人でも大勢出てくることを我々は、期待しています。また年配の方が散歩や、ここに併設されておりますスタジオで、健康教室に足を運んだついでに子どもたちの、サッカーしている姿を見て、それを応援して、それが励みとなってさらなる自分自身の健康増進に、ますます取り組まれる、まあ、それによってですね、元気はつらつな、地域の方たちがますます増えていくということを我々は、望んでおります。そして何よりもですね、アカデミーの選手たち、子どもたちが、そうやって皆様に見られて、愛されて、そして応援していただいて、その期待に応えようと、サッカーだけではなくて、日々の生活態度も、模範となる行動をしていこうと、まあ、そういった社会性が育まれていくということが、大きなメリットというふうに我々は感じております。このようにアカデミーを運営するにあたって、多くのメリットが期待できるアンカーフロンターレピクタでありますが、僕にはサッカーグラウンドだけではなく、ここのような体育館、それからテニスコート6面、スタジオも併設されております。スポーツを愛する川崎市民の方々に、存分にご活用いただき、健康で充実した人生を送るために我々がお手伝いできるということが、我々川崎フロンターレにとってこれ以上の幸せはございません。川崎フロンターレは地域の皆様に愛され、そして地域のインフラとしてなくてはならない存在になる、いうことを目指して全スタッフ日々努力しております。これから始まりますこのアンカーフロンターレ幾多におきましても、皆様方のご支援とご協力を賜りたいのでをお願いして、私の挨拶とさせていただきます。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。